質問に対する辛辣すぎる回答を見てきたと思います。まずこちらですね、京安の殿堂ドンキホーテですね。このドンキホーテの公式ツイッターが過去にドンキさんというハッシュタグをつけてみんなからの質問に回答するということをツイッターでやっていたんですね。例えばこちらですね、ドンキさん、付き合ってる人に LINE もツイッターもブロックされたんですけどどうすればいいですかね、というね、そんなのドンキホーテに聞くのかというね、恋愛の相談なんですが、これに対しドンキホーテさん、もう付き合ってないと思いますというね、あまり寄り添ってくれない回答をしてますね。米印でね、ドンキさんが皆さんの質問に答えます、相談にも乗りますって書いてるんですけどね。ここでもこちら、 YouTube で全然登録者数が増えません、どうしたらいいですか、わらわら、という質問ですね。もうこういう YouTuber の質問にも答えてくれるんですね。これに対しドンキさん、全然面白くないのにわらを6個も入れるセンスをなんとかしたら増えるかもしれませんということで、かなり辛辣なね回答をしています。ちょっとドンキさん尖ってますね。ここでもこちらですね、インスタ映えって何ですかという質問に対しドンキさん、こちらですね、稚拙な写真技術でもなんとなくフィルターとかかけたらよく見えるようになりそうな雰囲気のことですということで、なんかトゲがありますね回答に。もうこのツイッターの中の人はインスタ映えを嫌い側の人間だったんですかね。さらにこちらですね、最近オレンジばかり食べすぎてオレンジにならないか心配です、対策法を教えてくださいというね、まあ、食生活の質問なのか、それともオレンジ自体になっちゃうというね、ちょっとふざけた質問なのかわかりませんが、これに対しドンキさん、あんまり面白くないし、面白くないので大丈夫ですというね、もうこれは尖ったドンキというね回答をしています。ドンキさん的にはね、こちらの質問面白くなかったそうです。このように質問に対する回答がね辛辣だったら、質問者はきついけど旗から見る分には面白いということで、他にもね辛辣に回答する回答者の方がいるんですね。こちらですね、竹原慎二のボコボコ相談室ですね。元プロボクサーの竹原慎二さんが、もうその名の通り来た相談に対してボコボコに回答するという相談サイトなんですが、もうどれぐらいねボコボコに回答しているのか見てみましょう。質問がこちらですね、好みの男をスルーできない、結婚前なのに浮気癖が治りませんということで、化粧品プレスをやっている32歳女性からの質問ですね。付き合って3年目の彼がいます。お互いの両親にも紹介済みで、来年の春には挙式予定です。でも本当に最悪なんですが、自分の浮気癖が心配です。これまで飲み会で知り合った人、会社の取引先、同窓会で再会した同級生など、好みのタイプに会うとどうしても我慢できず、向こうがその気を見せてくれると断れず、そういう関係に1、2回くらいのものから長いもので3ヶ月くらい、自分で言うのもなんですが、私の見かけは真面目で清楚なタイプなので、彼にも全く気づかれていません。嘘も平気でつけます。結婚後も好みの人がいたらきっと刺さってしまいそうで、今から不安です。私病気なんでしょうか、という質問ですね。もう挙式の予定のある彼もいるのに浮気をしてしまうというね、男から見るとちょっとひどい女性ですね。これに対し竹原慎二さんの回答こちらですね、一生治らん、何度でも痛い目にあったらええんじゃということで、盛りのついた犬や猫と同じじゃねえか、畜生女のくせにいい年になったから人並みに結婚したいじゃと、ビッチな自分の性分に対して何ら反省しとるようにも思えんの、もしバレたら彼がどう思うとか考えんのか、男はお前らが思ってるより女の浮気への抵抗がきついんじゃ、しかも両親に紹介済みやったら二人だけの問題じゃすまんわな、弁護士が入って慰謝料とかごちゃごちゃと金の問題にもなるじゃろう、まともな神経持っとる人間ならさすがにいろんなことを考えるわ、少々のあばずれでも一回痛い目に遭えば治りそうなもんじゃが、お前のような性分では多分無理じゃろうな、お前の場合は病気じゃなくてそういう生き物なんじゃ。さらにフィニッシュブローということで、ビッチに結婚する資格はない、野生のまま一人で生きていけやですね。もうこれはボコボコ相談室ですね。もう誰もがね思っているけど口にしなかったことを全部ね言ってくれています。もう盛りのついた犬や猫だったりね、畜生女だったり、ビッチな自分の性分とねむちゃくちゃ言っているんですが、さらにフィニッシュブローでとどめまで刺してくるというね、ボコボコ相談室の名にふさわしい回答ですね。もう竹原さん的にはね、この質問文からこの女性はね病気じゃなくて浮気をしてしまう、そういう生き物なんだと言っているんですが、もうこのボコボコの回答でね浮気癖治ってほしいですね。さらにこの竹原慎二さんのボコボコ相談室、他にもね恋愛相談が届いているということで、こちらですね、今まで一度も彼氏ができず悩んでいますというね、31歳女性からの相談ですね。長年片思いしてきましたが、振られても頑張ってきましたが、彼は結婚してしまい子供もいます、あまりにも辛すぎて彼氏を見つけるべく出会いの場に行ったり友達から紹介を受けたりしていますが、とにかく振られてばかりなのです。彼氏ができて幸せになれれば女優の夢も諦めていいです。どうしてこんな性格悪い人に恋人がいて私は振られてばかりなのだろうと、そればかり考えて気持ちが沈んで鬱っぽいです。
好意を寄せてくれる男性もたくさんいるのですが、気持ちは本当に嬉しいのですが、どうしても恋愛対象としては見ることができず、お断りするばかりです。かっこ、かなり高齢だったり、軽くいろんな女性にアタックする男性だったり、今でも片思いしていた彼を見かけると、辛くて涙が出ます。30代になっても、彼氏ができたことがないことがコンプレックスです。女性にはモテるのに。という相談ですね。まあ、好きだった人が結婚してしまいショックという感じですね。まあ、なんか女優になりたいんですかね。そういうことも書いていたり、周りの性格悪い人には恋人ができるのに自分はね振られてばかりと書いてるんですが、まあ、でも好意を寄せてくれる男性もたくさんいるそうで、でも30代になるまで彼氏がねできたことがないそうで、でも女性にもモテると最後に書いていますね。なんかモテるのかモテないのかよくわからないんですが、これに対し竹原慎二さん、理由は必ずあるもんじゃということで、一途で性格も良くて言い寄る男は引く手あまたの女優志望の美しい淑女さんで、お友達からもモテモテだと、どうしていいかわからんわ、降参じゃとね、竹原慎二さんでも降参していますね。編集長に怒られるから一つだけ言っておく、自分で書いた相談内容をもう一度よく読んでみろ、男に嫌われる要素満載じゃということで、ラストにフィニッシュブローですね。もしもお前に告られたら俺もお前を振っちゃる系のということで、まあ、なんかね、質問文から、振られたんですよ、30代になっても彼氏ができたことないんですよって書いてるんですが、でも私もモテるんですよみたいな感情を醸し出していたり、恋人がいるね、周りの人のことを性格悪い人と言っちゃってる感じがね、まあ男に嫌われる要素満載ですね。もうそれを竹原慎二さん読み取ってね、文章は短いんですが、もうフィニッシュブローも含めてね、ボコボコにしてくれています。もうボコボコにしてくれた方が自分のねダメなところに気づけるのかもしれませんね。おい、竹原慎二さんね、結構辛辣な回答だったんですが、さらに辛辣な回答をねする人もいるということで、でこちらですね、こちら悩みの扉というね、日経プラスワンという新聞のコラムだそうですね。こちらに寄せられた相談、埼玉県60代女性の方からですね、不良おばあさんになりそうということで、60代も後半になってお酒の美味しさを覚えてしまいました。夫は飲まないので夜一人で氷の音を聞きながら若い人の音楽とともにいろいろ考えるのが至福の時です。このままだと不良のおばあさんになりそうで心配です。という質問ですね。60代後半でね、お酒を覚えたおばあさんからの質問に対し、大石静香さんというね、脚本家の方が回答されていますね。悩むことはありません。素敵じゃないですか。という答えをあなたは求めておられますね。そのことが透けて見えすぎです。60代後半にもなって、こんな自己認識であることこそ問題ではないかと思いました。毎晩浴びるほど飲んで、翌朝起きられないとか、ご主人がお酒を飲む妻を嫌がり、夫婦仲が悪くなりそうだとか、健康を害するほどのアルコール依存になったというなら大変ですが、そのようなことはありませんよね。つまりあなたは自分に何か問題があるとは思っておられないと感じます。あなたが毎夜お酒を飲んでも誰の迷惑にもなっていないようですし、それなら黙ってそのようになさっていたらいいじゃないですか。ここはお悩み相談のページですが、これは相談というよりも私って素敵でしょという自己主張に近いと感じました。若い人ならそういう未熟な自己主張があっても可愛らしいですが、もう60代後半ならいささか恥ずかしいと思います。黙っていれば素敵なのに、この主張した途端あなたは素敵じゃなくなりました。年を重ねるということは自分を知るということではないかと私は思っています。自分の心の奥底を認識することによって、人間に対する理解も深くなり、周りの人間の気持ちが分かるようになり、思いやりを持てるようになる。風貌は衰えますし、記憶力も集中力も体力も衰えますが、そこだけは割いてくる。それが年配の人間の素敵なところなのではないでしょうか。でもこの質問には自己分析も自己認識も感じられません。私は若い人の音楽を理解するセンスを持つ人間で、グラス片手に毎夜至福の時を過ごしているんですよという自分自慢が周りをしらけさせることくらい認識なさった方が良いと思いました。そしてなぜそのように自己主張しないといられないのかを考えてみた方がいいと思います。何に不満なのか、何が満たされないからこういう自慢をしたくなるのか、それこそが自己分析の第一歩だからです。そして静かにご自分の時間を楽しんでくださいということで、もうやめてあげてというぐらいね、長文でこれでもかってぐらいね、質問者の方に回答してくれていました。黙っていれば素敵なのにというオーバーキルすぎる回答なんですが、この大石静香さんもね、現在70歳、このコラムの投稿日時が2019年ということで、当時68歳ですね。なんでこの質問者の方と同年代ということになるので、もう同年代としてね、言いたかったんでしょう。ここまでね、ボコボコに回答されています。まあでも確かにね、改めて質問文を見てみたら、何もね、問題はない。素敵じゃないですか街の質問文ですね。まあそれにしてもちょっとボコボコに言い過ぎじゃないかというね、回答なんですが、まあ同年代に対する回答ということで、まあ愛はね、感じますね。この質問者の方もね、もうこれ以降、お酒飲む自分素敵でしょアピールね、しなくなるかもしれません。
ということでね、もう時にはね、飴だけじゃなくて、鞭も必要なのかもしれません。以上です。